はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガスカーレットグレイス続きをやっていきましょう。とりあえず戻らないといけないんだけど、こういうところは全部行く必要はないかな。まあ変わらなそうだしね。ここのやつらはいるしとりあえず魔物と戦うか。お姉様も仲間になったしね。術使いだからね。とりあえず戦闘準備で編成。誰を外そうかな。モンドかな。モンドの代わりにエリセドを入れて、で、陣形もちょっと見てみましょう。マジカルシャワー、指定位置の術コストが軽減。あ、それはいいね。BP 自体はターンごとに1増えると。戦術としては術師2名を守り抜くことができれば戦闘を制圧できるだろう。あー、どうなんだろうな。まあロイヤルハーツが一番いいかな。前衛攻撃力高いそうするとさ、オグニアなのがよくね前に出すの。まあ今回はじゃあちょっとこれでいきましょう。最初に詠唱をするかどうかだな。あー、将来とかめっちゃくちゃ使うね。でも2ターンで発動できるのか。ちょっとこれまずは詠唱しよう。はじめ痛い詠唱。ゴー、やばいこれ術師守らないといけないんじゃない。ちょっと待ってね。なんかすげえ危険な香りがするんだけど、こいつあれ、なんかブロック的なものがあるのどれだっけ。いなくね、ブロック持ちみんな攻撃だな。ちょっとブロック持ち1人入れるか。そうするとな、メンバーがまた変わるからな。おりゃ、あ、やばい、これ倒すとさ相手の連撃が発動しちゃうよね何も考えてねえな俺。いてもう一ターンか。まあ、こっちだな。倒せるやつを倒す。まずは術師を守らないといけないね。おりゃ、召喚強いんだけどな。行って、あとみんな怒りになってんだけど。将来、おりゃ強え普通に強えんだけど。ここはもうちょっとフル使おうこういうやつもね、もうどんどんレベルを上げていきたいけど、なかなか使えないからね。使えるチャンスの時に使う。おお、弓アップ、ヒットポイントめちゃくちゃ上がったな。あ、そうか、これを吸収しないといけないのか。どうしようかな。将来いいよね、将来。術のなんとかにしてさ、将来をいきなり使える状態にしておく。まあちょっととりあえずせっかく仲間になった、なんか主要キャラっぽいからこのまま行きましょう。キャスリン砦で行けんのこれ。ここを越えればロニクム州。静かね。
誰もいなそうだな。誰？姫、ご無事でしたか？しばらく前に大勢が何かの荷物を抱え、ここを通過していきました。ああ、もぬけの殻か、その後は。なるほど。しっかり守備してくださいって。一回やられてるからね、お前ら。心配は心配だな。帰ってきたのね、ロニ君に。ああ、大蛇の蛇を操ってんのか。連中がロニ君を通過する可能性は高いでしょう。怪しい者たちを見かけなかったか、情報を集めましょう。まずは、村があったよね、村が。ああ、セーブか。さて、村へ立ち寄りましょう。ルーグ村。出た、姉ちゃん。ウルピナ様、お戻りになったんですね。よかった。大きな荷物を持った一団が通らなかった？通ってったのか。キャスリン砦の方からやってきた。シルミウムの方へ向かったと。じゃあ、そのままシルミウムへ行くか。一応大丈夫そうではあるね。シルミウムにはまだ敵が残ってるかもしれません。敵はいない。兄様、ウルピナさん無事だったので。マクシミアス様はどこに？お母様、父上と一緒に帰ってくることはできなかった。ウルピナさんなんだ。バルム城を通ってロニクム州を出た。兄様のことは何か？え、何？アントニウス様連れ去られたのか。ああ、なるほどね。ユラニウスの血が必要なのか。シルミウムのことは私に任せてって。お前そんなすげえやつなの？バルム城ね、一回やられてっからね。しかし行くしかない。どうやって突破しよう。まあ、確かに。お、なんか人がいたね、今。あれは、姫ではありませんか？何言ってんの？私はここにいるわよ。姫がバルム城へ入っていきました。あれは姫です。自信満々だな。ん？なんだ？何か忘れ物でも？何？ああ、変装でもしてんのかな？ごゆっくり行ってらっしゃいませ。あっさり通れたな。そしてさらに新しい地へ。セレナイフ州、なんか変なやつがいるよ。右の方に追われてるっぽい。パルム城を無事通過。いやーみたいな感じでさ。結構頻繁にセーブが入るね。州を超えるとセーブが入るのか。こいつこいつこいつ何？幽霊、得体の知れない悪霊に人が襲われている。さ、助けるよ。このまま行きましょう。おお、なんだこいつは。敵がいっぱいいる。ここはまずは将来防御、凝視。
業種を切り抜ければ無傷で栄翔ができる。ミス、よしよしよし。てかさ、これさ、術使い危なくねえか。マジで守った方が良さそうだな。とはいえ D をまず倒そう。戦略オレア痛い、毒になった。しかし電撃発動。こいつも倒せそうだな。ほら、で E を倒そう。ここはスイングダウンを使う。で、まあ、狙い撃ちか。で毒剣使って、大木弾と防御など関係ない。突き破れ、スイングダウン。おりゃ、うわ痛い、狙い撃ち。将来、ほらすげえ一発で倒したんだけど。ガード、あ、ちゃんとガードするんだね、盾持ってれば。そりゃ当たり前だけどさ。じゃあここはまたバンダライズを使おう。あとはもういいかな。これで決まりだ。バンダライズが1減ってくれれば、基本的に1減ってくれるだけですげえ助かるからね。すごいと、めちゃ上がるなあいつ。これはちょっと将来だな。将来強い。女だけのパーティーで戦うとか、そんな余裕はないからな。襲われていた人は逃げたか。あれ、近い、まだいた。近い、力を授けん、力を、誓いを選べ。殺さない、奪わない、変わらない。え、何それ。殺さないはまず無理でしょ。だって殺すもん。奪わないも無理でしょ。変わらないだな。え、意味がわからん。変わらないってさ、え、何なの。こいつまだいるし、なんだこいつ、ついてくるし。マジなんだよこいつ。来んじゃねえ。幽霊屋敷、戦闘になるな。これ何て呼ぶ、空城市みたいな。魔物が潜んでいる。西墓地、ここは小さな病村。でもマジこいつ何なんだよ。やめてほしいんだけど。ハードだし。ほら逃げろ。無理だな。変わらないのか、何を変わっちゃいけないのかが分かんねえな。ここは人がいる。親方は表でついに明け暮れている。ちょ、神殿に入ってさ、入れねえし。なんとかしてもらいたいけど。じゃこの軍隊のところ行ってみようか。軍事演習を行っているな。声をかける。ちょっと悪霊に、お、なんだこいつ。いかついな。武器が足りない。ああ知ってる知ってる。おいいよいいよいいよ。そんなことよりさ、この悪霊なんとかしてくれよ。ここだよね。阻止されない。
で、スタン麻痺眠り阻止カウンター技発動。そうするとネッサ一回ちょっと外そう。でベアトリス、まあ LP 回復のためにもね、時々メンツを変えていこうかな。じゃあそうするとなんかな、先に戦闘の型がつきそうだけどな。いやーやっぱ将来だよな。あー対象不定の強力な連続攻撃、これあれか、何回か適当にバチバチバチってやるんだね。まあ、そういうのだったらいいんじゃない。敵が1体になったとしてもまとめて1体に集中して攻撃が入るってことでしょ。じゃあ1体ずつ倒していくか。ブロックしよう。栄翔中にブロックをかけるともう攻撃できる人が少ないになるんだね。でもそれもなんかあったよな、術のためっていう感じ。で次発動するでしょ。B を先に倒そう。じゃあ麻痺牙鍵縫いする、麻痺にしよう。ちょっと麻痺にしろっていうのがあったからね。せいやおりゃー、やはり勝負は決まりそうだな。影の影のとかさ影ないのこいつ。ああちょっとよく分かんなかったの、ダメージはよく分かんなかったけどやっぱ強い。黒曜石、体力集中力が高いと毒即死の効果を受けにくい。でもまあ基本的にそういうのってさデフォルトじゃ上がんないからね。ここが倉庫ね。ああ、ふふ、我々の知ったことではないですな。古びた武器っていうかさマジでこいつ何なの。おい武器を持ってきてやったぞ。お、ありがとうございます。灰を5個手に入れた。嫌がらせかお前は。あ、なんだなんだなんだ、なんか変なやつがこっちの方に行ったけど、どこへ行った。あ、こいつか。石膏、森の中に人の気配を感じる。ゼーナの奴らが我々の砦から盗みを働いているようだ。我々のって言ってももう廃城じゃない。ああ、えっ、まあじゃあやるかまたここで戦うの。一旦敵3体倒す。いろいろ条件変わるね。でもまあね、こういう戦いをやってレベル上げをしていかないとね、まあ、レベルっていうか、ノーマルになってんな。おお、敵がいる。まずは例によって将来を撃つ。
かち上げガード継承。B 倒したいね。硬いんだよな。アンデッド。ムシシストライク。こいつにすっか。で、ブロック。エリセド様を守れ。ガードしてくるね、やっぱり。イノシシストライク。いけ。自分の身は守らないんか。さて、こっからどうしようかな。防御してるね。このアンデッドに攻撃を集中させるか。一応ちょっとブロックはしておくか。なんか死んでも嫌だからね。まずは狙い撃ち強撃強いんだけど将来せいやー。おお、いいね。そして連撃。いや、やっぱ術強いは強いね。この A を先に倒そう。スイングダウン。スイングダウンするとあれだな、順番が崩れるね。ジバシリもダメか。バンダライズはいけるね。バンダライズ個人使うのもったいないけど、多分先にね倒せると思うんだよね。狙い撃ちで。おりゃ。よし、OK。ポイントアップ。おお、ヒットポイントは結構アップしてくれるのは助かるな。金のフラックス、金とか関係あるのこれ。いや、とりあえずどん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 吸収させていこう。ちなみにさ、何の考えもなしにさこれやってくれあれやってくれって言われてさ、ホイ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 やってるけどさホニーでも投げ捨てますか。さっさとやっちゃおう。あ、もう勝手に投げ捨てちゃうんだ。え、何これ。うわ、命が削られた。誓いを重んじよう。とても割に合わない取引だった意味がわからんもんだって。まだ来んの何なのこいつマジで。ちょっと戦闘準備 LP を見てみよう。えよくわからん。まあ、とりあえずこっちに話しかけよう。堀に捨ててきたぞ。戦闘弓、やった。あれ、今度またなんか犬が出てきたな。一体何なんだここは。ちょっと戦闘弓を見てみよう。キーゴール強化弓、からの戦闘弓。運動性がめちゃくちゃ下がるね。運動性がめちゃくちゃ下がるけど威力が結構上がんな。いい遊びしよう。攻撃力重視。犬が散歩している。よしよしよし。はあはあはあ。ちょっと水車小屋行くかじゃん。っていかんかね。え、釣ってみる。さあ今日の釣りか飯にしようじゃないか。
マジでよくわからん。ここは入れない。こういうところは墓地。ここも入れるわけじゃないね。あれ、この中いるよ。そして、一団は港の方へ向かったようだ。なんかいっぱいいるね。軍事演習。ああ、なるほどね。パルムにバレたらしい。そして犬があっちへ行った。声をかける。はあはあはあ。極秘任務中のくせに見つかんのか。こいつ何なの？ここ掘れワンワン。鉱石、鉱脈があるのか。なるほどね。近づく。火の鉱脈。この犬めちゃくちゃ優秀だな。どこへ行くの？ちょ、一個ずつ行ってみよう。もうとりあえず入れるとこ。ニーペロ。アントニウス様が修行の旅に出たのか。毎日泣いていたの。私2歳ぐらいだったかしら。二刀流。私は行かなかったわ。どうして？あー、なるほどね。二刀流を身につけたい。実力が心もとない事実ですって。ひでえな。二刀流ってかさ、俺体験装備してんだけど今まあいいや、ちょっと身につけよう、せっかくだから。二刀流が必要だ。行くぜ。悪霊お前どっか行け。ってことはさ、普通に長剣装備した方がいいの？せっかくアイスソードを手に入れたのに。てか強撃とかさ1にしたのに。頑張って。リーア辺境衆。どこへ行けば二刀流の修行ができるの？なるほど、情報収集からか。なるほどね。相当の覚悟が必要か。そうですね。じゃあ、いい時間なので、じゃあ二刀流を求めてきましたけど俺アイスソード装備してんだよな、どうしようかなでもまあ、せっかく来たので、二刀流について情報収集をしていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。